スベア級解剖戦艦はスウェーデン海軍の解剖戦艦の艦級である。本級はスウェーデン海軍が自国の沿岸警備のために作り上げた解剖戦艦である。竣工時のトゥーレ。本艦の基本構造は走行艦時代の影響を残す平ら艦艦型戦隊で水面下に昇格のつく艦首から艦首艦板上に 25.4cm5 装天砲を収めた 連想式手法等が一気配置、その背後から上部構造物が始まり、司令塔を下部に組み込み、左右に船橋を持つ操打環境が設けられ、頂上部に見張り所を持つミリタリーマストが立つ。船体中央部には日本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、煙突の後方は関西艇置き場となっており、関西艇は、 船体後部に設けられた2本一組のボートダビットが、片言二組ずつ、計四組によって運用された。その下の上部構造物の側面に複方として 15.2cm 炭素砲を、原則形スメート配置で、片言二機ずつ、計四機が配置された。他に艦上に 3.7cm 気泡2機、2.5cm 炭素気泡4機、 12mm 炭素機銃1丁と 38.1cm 水中魚雷発射管位1門を艦首に装備した。本級は1903年から1906年にかけて近代化改装を受け、主砲は 21cm 炭素砲塔に乾装、副砲は 15.2cm 速射砲が炭素砲塔に収められて、片元3機ずつと後部甲板上に1機の 計7機が配置された。各艦の船体サイズの相違は以下の通り竣工時の言えた。本級の手法にはイギリスのアームストロング社の新設計のを採用している。その性能は重量2 2 7 0ラムの砲弾を最大行角12度で9235メートルまで届かせることができた。不要能力は行角12度。 不確レ度で左右の旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていた。砲塔の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は、小気ポンプによる水圧駆動で補助に人力を必要とした。発射速度は2分間に一発であった。副砲もアームストロング社の1903年型15.2センチメートルライフル砲を採用しており、 炭素砲がで6機搭載していた。他に近接火器として、ノルデンフェルト1884年型3 7トル炭素機砲2機と、ノルデンフェルト1877年型2 5トル炭素機砲4機を搭載していた。対艦攻撃用2艦種に艦首に3 5 6トル水中魚雷発射管を炭素で1機を搭載していた。1929年に取られた。 改装後のスベア。1920年代から潜水艦母艦として収益した。スベアとトゥーレは1903年から1904年にかけて近代化その性能は重量4 5 8キログラムの砲弾を最大行角12度で1925メートルまで届かせることができた。これを単装砲塔に収め、砲塔の装甲は全部 190mm、側面、バーベット部、140mm 厚で一機を搭載した。砲塔の不行能力は、行角12度、深覚5度である。さらに、旋回角度は、左右120度の旋回角度を持っていた。砲塔の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は、電動で補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分一発である。 複砲は、ボフォース社の新設計の1898年型 15.2cm 速射砲を採用された。その性能は、重量 45.4kg の砲弾を最大行角15度で 9000m まで届かせることができた。これを炭素式の走行圧 115mm 防御の砲塔に収めて7機を搭載。砲賀の不行能力は行角17度。 深く7度である。さらに、旋回角度は240度の旋回角度を持っていた。砲塔の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は、電動で補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分6から7発である。その他に、耐水雷帝様に、母ス五5.7センチメートル速射砲を採用しており、この砲は、同時期に建造された。 走行寿命艦フィルギアの美法にも採用された。その性能は、重量2 7 2ラムの砲弾を、最大行角20度で5000メートルまで届かせることが、できた。これを単装砲がで発揮を搭載した。砲がの不行能力は、行角20度、深く20度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は、 上部構造物により制限を受けた。砲側の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分20発である。他に 2.5cm 炭素機2機と 8mm 炭素機12丁を艦上構造物に装備した。対艦攻撃用に 45.7cm 炭素魚雷発射管を艦首に搭載した。 各艦の期間の際は、以下の通り1884年3月に、用手堀造船所にて、寄港。1885年12月12日浸水。1886年9月20日、春港。1920年に潜水艦母艦に、類別変更。1944年解体。1888年に、用手堀造船所にて、寄港。 1889年9月16日浸水。1891年春光、春行。1923年除籍後にハルクとなり。1938年、解体。1891年に、ストックホルムズ汚染書にて寄、寄港。1893年3月4日、浸水。同年12月1日春行。1923年除籍後にハルクとなり。 1928年に標的館として利用。1930年に解体。ありがとうございます。